特集 EF58 型電気機関車の解説58の活躍北から南から戦後の旅客用電気の代表それはこの EF58 ヨーロッパ調のスマートなボディに休憩電気の足回割りを組み合わせた独特のスタイルは強い個性を持つ C62 と共に特急列車の先頭に立ったデビュー当時から今日まで常に旅客列車を引いてきた EF58 は 今や最もポピュラーな直流電気の一つとなった。新 AEF66、EF65 と肩を並べる東海道山陽線。EF57 を尻け一人舞台となった東北線。雪と戦う上越線など主要幹線のほとんどで、その融資を見ることができる。製造時における区分。EF58 は昭和21年から昭和33年まで約12年にわたり製造されたため、 その形態も製造時期により異なってくる。ここでは製造時の形態により区分をしてみました。なおこれらは、国鉄における正式の区分ではないのでご了承ください。第一次形、1番から31番。戦後間もなく製造されたもので、形態は後に登場する現在の EF58 とは異なり EF57 などと同じようなデッキ付き箱型車体であった。 製造は昭和21年から23年までで旅客機ながら列車暖房装置を持たず、また出力も 1600kW と35号以降のものに比べて低かった。申請当時は電気機関車の安全の守り神ともいえる高速度遮断機が付けられていなかったり、パンタグラフが電車用の PS13 であるなど、かなりお粗末なものであった。その後第一次改造によりそれらの機器の取り付けや標準化が行われた。なお、 第二次改造により現在の EF58 に見られる流線型車体に乗せ替えたことはあまりにも有名なことである。これらの車両の特徴は、正面から見ると2次型以降には原則として全て取り付けているスノープロを取り付け座がないことである。ただし7号機は例外。また、18号機の先台車は 9K のものをそのまま使用しており、先台車全端を結ぶプレートの形態が滝とは異なっている。第二次系。 35番から70番。流線型車体を持つ新 EF58 としては、第一次の車両であり、35と36号機は箱型車体で製作中に流線型への設計変更による変形機である。ここではなぜ、e、EF58 が流線型車体になったかを知りたい方も多いと思う。簡単に紹介すると、よく流線型車体になったのは SG 蒸気発生装置を取り付けたため、 車体長が伸びたからだと言われている。しかし同じく列車暖房用の缶を持つ EF56 と57は、いずれもデッキ付きであるのに、EF58 だけがなぜ車体が長いのであろうか。これは一つに内部の電気機器の配置によるものもあるが、その最大のものは暖房用の水と SG 用燃料の容量の違いである。第3次 K71 番から163番。このグループは EF58 中最も多く、 さらに前期中期後期で部分的な面が異なっている。共通の特徴は正面窓の可変が上昇し小窓となったことである。また正面窓上に水切りも取り付けられるようになった。前期のもの71番から80番前後はヘッドライトが 150W の LP42 で正面窓だけは小さくなったものの、その他の部分は第二次系とほとんど同じであった。次に変化が現れたのはヘッドライトで、 大型強力の 2511W の LP403 になり、外観も一回り大きくなった。続いて中期86番から127番のものは、パンタグラフが PS14 から新設計の PS15 となった。一般に EF58 が PS15 になったのは、昭和31年度製のものからとされているが、86と87号機はいずれも昭和30年度製である。第四次 k 6 4番から175番。 昭和33年頃になると H ゴムが一般化し、ED60 などをはじめとして大幅に窓ガラスの指示に H ゴムを使用した車両が多くなってきた。EF58 においても32年度中の後期から164号機より正面窓と側面中央窓に H ゴムを使用し今までとスタイルを一新させた。これを第四次系としている。しかし例外として167と168号機の2両は H ゴム指示にはなっていない。 これは番号的には164号より後になっているものの、メーカー分担の関係でこの両器は164号より先に製造されており、そのため H ゴム化されなかったものと思われる。その他の部分では3時系の車両との変化はない。国鉄の数ある電気機関車の中で、独特のスタイルを持った EF58 は、旅客列車専用機として長いキャリアを持ち、数多くの看板列車をけん引。 あるいは通勤列車の先頭に立って我々に馴染み深い機関車である。戦後復活した特急兵は、おはじめ、バメ、マとのグリーン特急。朝風に代表される九州特急からキーアイナバに至るまで名のある列車の大半は EF58 のお世話になってきたと言ってよい。その後八も栄光ある特急牽引機の座を徐々に新鋭の EF65 や EF81 に奪われ、普通列車は電車化され、 その後は荷物列車と臨時列車の牽引が主な仕事となっていった。